あやかのおやすみちゅ。おやすみ前に大人の読み聞かせ。あゆかさん、今夜は？声に出して読みたい。言い出せてすっきりした言葉。頑張ってください編。頑張ってくださいって、そのままあなたにお返ししますよ。みんなの唐揚げ編。みんなの唐揚げにレモンかけないでもらえますか。隠れ家編。隠れ家風の美味しいお店知ってるって、ここフランチャイズですよね。夫編。父じゃなくて夫なんです。今夜もいい夢を。おやすみんちゅ。